どうしようかな。とりあえず練習に行く。どれにしよう。どうかな。ここはやった。これどこ行くの？こうか。でもだいぶ曲がりやすいかもしれん。ひどい。だいぶ走りやすいぞ。
か入ってみたいんだけど、ね、あ、届かなかった。楽勝。あれ、だいぶいいんじゃない？
ひどい。ひどい。ひどい。拾ってる場合じゃないな、これ。あー、ちょっと待って、待って、待って。ちくしょう。村人に負けた。村人に負けた。チェ。何？なんか星が落ちた。これ難しいな。出ちゃう。出ちゃう。ちゃうんだけど。行くの。クソ負けた。
ボーイに負けた。チェ。これならいけそうかな。今日はやってる人が少ないのかな。悪い顔。ずっと喜んでんだね。今日はなんかいろいろと似てるんだろうな。あの金髪の子とかすげえ似てそう。ほらやっぱりボスが今使ってるキャラさ、いっぱいいんだよ。あら、引っかかっちゃった。
なんかレースになってる。あ、怒っちゃった。曲がりきれなかった。ちょっと落ちちゃった。落ちちゃった。でも昨日よりマシじゃない？昨日よりマシな気がする。あ、凛々しい眉毛。左の水色いいな。あ、日本勢だらけになった。やめろし。邪魔だ。なるほど。
体で行き過ぎた。あ、4番なんかマリオにぐるんぐるんさせられながら進んでった感じだわ。やった。あ、普通の道路ならなんか走りやすいかな。あ、なんかいい感じのいい感じの人が来た。そばかすかわいいな。眉毛かと思ったら違った眉毛かと思ったら違ったわ。グラサンだった。あれ、見知った顔がいる見知った顔がいるわ。がいる。あれ、もう一人見知った顔がいたような気がしたんだけど、あれ違うのかな。あ、違うっぽい。あ、ボスキャラ作ったよ。同じ顔がいっぱいすぎて分かんないんだよボス。あーあー、ぶっ飛んでた。怒っちゃうのか。曲がりにくい。あ、動いてた。曲がれねえ。なんでここ曲がれないんだろう。ブレーキ使えよって話？
させなかった。そう、ボスキャラ作ってあげたよ昨日。それにしなさいよ。わかんないから。顔がわかんねえんだよ。いそうだよな。すごい、口ひげつけて、しかも口紅塗ってるっていう。すげえな。ハイラル城か。この曲曲がれないよな。見えない。曲がれねって。出ちゃった。一点ずつ引かれていく。はい、番は番は、
後でボスにレシピを渡そう。あ、寝る前に作らせればいいのか。顔が光ってるよね。顔が光ってるわ、あれかぶると。あれ、見知った顔はいそうな気がするんだけど。いろいろ暗いすぎ、見えない見えない。ボスはなんか上の方で張り合ってるから。間に合うと思ったのにな。あったあった。ヒゲのおじさんとダンスしとる。
なんかすげえ可愛い、可愛いの乗ってんのいたな。クリーム邪魔、クリーム邪魔あ、怒ってたあ、どこ行っちゃうどこ行っちゃないないよ、全然アレルギーとかない。強いて言えば PS2 の、あ、じゃあ PS4 のホコリアレルギーそんぐらいかな。花粉症のくせに何か研ナオコみたいな顔の人がいる。危ない。
キノコ。あ、曲がれない曲がれない曲がれない、あぶね、あ、キノコ。ちょっと順位上がった。見て青い瞳とか色の強弱がちょっと分かりづらいよな、目の。ペロリン。あ、どれになったんだ。あ、今から。滑んだよな。フランスばっかになった。フランスですよ、フランス。このチョコレートフランス製だからさ。飛んでった。飛んでった。
たじゃないですか。やめてくださいよ。めっちゃ飛んでったわ。思うにさ、ボスがいるからさ、絶対1位取れないと思わないこれ。1位を目指して頑張ってるけど絶対無理だと思わない？海外の人から見ると私のキャラとかどう見えるんだろうな。青い人見てちょっとブロンドな、ブロンドっていうかブロンドなのかな、赤毛なのかな、赤毛かな。小学生日本はこの時間小学生遊んどんのかって。エラーが発生しました。エラーが発生しました。お、なんか新しいパーツを拾ったよ。ちょっと待った。ちょっと改造してくるわ。猫クラシカル猫車拾ったでござる。これなんだろうね、加速がすごいな。あの滑りにくさもすごいな。色が変えられればいいのに。並走してるわけではないらしい。勝てないからこっちに行こう。あ、お。当たり負けしないやつの方がいいんじゃないの？なんだあれどうなってんだ、目かな、目だな、角生えてる。おでこの点々はどうやったんだろう。シワとかをこうなんか40時間でダクソ3をクリアするアイドルがいるし、なんだそれ
まえろってやつだね。なんか落ちた臭い。ああ、スタートした。わあ、いっぱいいる。あぶねー。捕まってんだ。捕まってる位置がわからん。あ、今いないかな。捕めてた。助けて助けて助けて、ありがとう。ひできないからさ。あ、触れなかった。助けて助けて。危ない。あー、そこにいた。怒っちゃった。すげえ、みりんさんすごい。40時間でクリアできんのすげえな。あー、あれ花か。ほら、同じ顔ばっかり。同じ顔ばっかり。
同じ顔すぎて分かんないよ。これなんじゃらもう。あ、いただきちゃう。長い。長すぎる。掘らなすぎてさ。いて。止まっちゃった。あれどこ行った？こっちか。あれどこ行った？あれどこ行った？
ほら、同じ顔がいっぱい。私ムニムニしすぎじゃない？回線が弱い人がいるな。かすられた。あとボスしかいないよ。助けに行ったら捕まったでござる。しょぼん。めっちゃ悔しがってる。
みんなで業師みんなで業師なんだろう スペインとかいたんだ。あれ綺麗にスルーした。出れない。なっちゃう。コイン集めしたいんだけどな。
っと足が短いといいんだけどな。あのおじさん似てるんだろうな。あ、コイン取りかな。ちょっと全部取れなかった。全部取れなかった。戻りたい戻りたい。取れなかった。来ねえかな。いや、誰にも当たんなかった。あ、すごいよ。ゾロ目だ。じゃあボス一回抜けるよ。
で、でだ。ちょっとボスさ、2作ってよ。ペッポー。これこれ。これこれ、これ作ってよ。顔がね、丸。顔丸。髪型これ1の一番右。あ、配置があるのか。あ、いや髪型まではないよね。眉毛こんな。できたら次って言ってよ。できたら次って言って。グラサンはどっちでもいいけど、つけてもつけなくても。これ今眉毛の画面。いじってる？ちょ、返事待とう。顔こっちの方が良くない？輪郭なんかこっちの方がぽい。これベースボール違う、何型って言ったらいいの。いやこうだよな。これこれ、いじってる？あ、ちなみにカラー。
眉毛も髪の毛も黒の一個右。真っ黒じゃないんだよね。一通り写しとけば、後で見れるかな。ああ、ちなみに、あ、ちょっとこれ見えねえ。レッドヒゲあるよ。ちなみにレッドヒゲあるよ。かな、目が見えるから。かわいい。あ、ちなみにね、目の色ちょっと違うんだよね。かわいい。ああ、違うの。のキャラクターどんなだったっけ。なんか七三だったよね。これか。
れ釣り目だったっけ。ほんと？あ、じゃあ見に行こう。ちょっと待って。え、そんなじゃなかった気がするな。違うな。あれこんな顔だったっけ。見ないとわかんないや。あ、写真撮ったよな、確か。それ見ながらやればいいんだけど。あごひげないよね。あごひげはなかったよね。あれこんなじゃなかったっけ。あれ目が違う。目どんなだったっけ。あ、これはこれこれこれじゃない。じゃないっす。あ、これかな。怪しい。怪しい。
がでかいんだな多分。ない。あれこんなんじゃなかった。あれこんなじゃないっけかや。なんかね、ちょっとね、顎が鋭角だってるの気がするんだよね。いや、鼻の位置はさっきだ、ね、さっきのなの。こうだな。口。あ、どっちかな。これ好きなんだけどね。6月25日だった？あれ？あれ？この間何日って言ってたっけ？25日な。了解した。レッドこれでいいんじゃない？見ないで作ってるけど、こっちかな。いやでもちゃんとしたちさんとこれっぽいんだよな。いやあれだよね、中華のおじさんみたいな髪型だったよね。あれあれか、ロン毛。あ、なんかイメージとしてはこうなんだけど、ポニーテールが邪魔くさいね。ポニーテールが邪魔くさい。こんなじゃないもんね。
これかなー これじゃない？ ちょっと目が怪しいけど 目が怪しいな。じゃあ後で。保存しとこう。あれ何が違うんだろう、目かな ちょっとゲームに戻ろうか。じゃあれボスいんのこれ。あ、言うわ。あ、本当だ本当だ真っ黒なの？目見れないじゃん 目見れないじゃんか、それ。あとでさ、TS 見てさ、頑張ってよ。ほら、同じ顔がいっぱいいんだもん。いっぱいいるからね、わかんないんだよ。なんかピローンっつった。ピローンっつった。なんだろう。そんな感じで、後で TS 見て作っといてよ。リカちゃんがかわいい。あ、レッドのは後でもう一回ちょっと見て作っとくわ 今までに撮りためた写真を見ながら はい、じゃあ皆さんお疲れ様 おやすみ。